お疲れ様です。厚見先生の放送室、今回紹介するのは画用紙を使ったかぼちゃの飾りの作り方です。糊を使わずに作れる方法をお伝えしてまいります。材料は画用紙とモール、道具はカッターやハサミ、一穴パンチなどを使います。立体的な仕上がりになってとっても可愛い上、作るのも簡単でとっても面白いので、ぜひ子供たちと一緒に作ってみてくださいね。まず短冊を切っていきます。今回こちら18センチくらいの長さと3センチくらいの幅で切っております。これを16枚作りました。ちなみに厳密にこのサイズでなくても OK です。ただし短冊が長すぎたり幅が細すぎたりすると非常に作りにくいので、そこは注意してくださいね。さて短冊が切れたら、次は一穴パンチで両端に穴を開けていきましょう。さらに土台、芯として適当なサイズの画用紙を利用します。ここまでできたらモールに短冊を通していきましょう。最初に短冊の片方の穴すべてをモールに通しておきます。続いて反対側のモールに通していくのですが、この作業に移る前にしてほしい作業が一つ、それはモールに折り目をつけておくということです。この折り目については作りたいかぼちゃの高さの部分でつけておくといいですね。この折り目を目安、ストッパーにしてどんどん穴にモールを通していきましょう。ちなみに重なりの順番通りに穴に通していく必要はありません。すべて通せば丸い仕上がりになりますので、気にせずどんどん通していきましょう。さて、すべて通し終えたら、ここで登場するのは緑の画用紙。こちらでかぼちゃの葉っぱを表現しています。形ができたら一穴パンチで穴を開け、モールに通します。最後にかぼちゃのつるのくるくるをイメージしてモールに形をつけてみましょう。鉛筆などにモールをくるくる巻くことでつるのような表現ができます。というわけで、今回は糊を使わない画用紙だけでできるかぼちゃの飾りの作り方の紹介でした。他にも制作系アイデアなどアップしておりますので、ぜひご参考くださいね。最後まで見ていただきありがとうございました。また見に来てくださいね。